今日から俺は YouTuber、 京都サインボクシングジムの小松です。今日は、股関節をボクシングでうまく、使うための、コツっていうのを伝えてきたらなと思います。股関節ですね、股関節ここのちょうど小マネチラインのちょうど真ん中のちょっと内側ぐらいですね、ここ触ってちょっとへこむぐらいのところの奥に股関節、骨頭っていうのが大腿骨っていうのがここにくっついてます。でここをやると使えると、いろんなメリットがあるんですけど、まず、使えない人の特徴、例えば、普段股関節が、柔らかい人とかでも、いざボクシングとかになってくるとこういうふうに構えてなんかうまくここが動かないっていう人です。これは前からずっと伝えている通り、どうしても足の外側、前側、あとお尻の、この側面側、ここやったら大腿四頭筋とかで、ここやったら中臀筋とか、どうしてもここの方に力が張りやすくて、ここの大事な股関節っていうところの感覚が抜けてしまって、ここで腰を動かしてしまう。だから構えてこの、微妙なこの状態の動かし方をするときとかでも、こういうふうにここを支点に動かしてしまう。これはあんまり良くないですね。足のパワーもうまく腕に伝わりにくいですし、どうしてもなんか大きい動きになってしまって、細かい動きっていうのができにくい、フェイントとかもかけにくかったり、振り戻しが大きくなったりとデメリットが多いです。で、じゃあどうやったら股関節をうまく使えるかっていうところは、使う部分としては当然前から言ってるように、ここの内側の内転筋とちょうどここの股関節でつながっている大腰筋、ここがここを使わずにここをうまくつなげられると、うまく股関節が使えるようになります。で、その中の一つコツとして、僕は最近ちょっといいなと思っているのが、お腹の下、ちょうど股関節のこの真下のところに、骨盤底筋群って言われている、筋肉群があるんですけど、イメージとしてはちょうどここの股の真下、お尻の穴よりもちょっと前ぐらいのところですね。で、イメージとしてはここをうまくイメージしてほしいんですけど、ここを、お尻の穴を締めるんじゃないんですけど、お尻の穴の奥側をキュッと締めるイメージですね。このお腹の、ここのちょっと上側をキュッと締めるイメージでやってもらうと、ここのお尻の外側、中臀筋のところがうまく抜けやすくなります。よく力が入っているときはお尻がちょっとへこんだり、キュッてここをへこんだりして、ここにすごい力が張りやすかったりするんですけど、そうじゃなくて、ここのお尻はなるべくふわっと柔らかく使って、ここの骨盤底筋群のこうキュッとお尻の穴の奥を締めるようなイメージで構えてもらうと、うまく股関節がはまりやすくなります。ここの力が抜けて自然に股関節にその骨頭がはまって、イメージで言うと、こういう大きい動きから、イメージで言うと、ここの細かい動きっていうのができて、結構この細かい動きができると、結構パンチとかも早く触れたりとか、この微妙にスウェーとか反応とかがうまくできるようになるんで、今度骨盤底筋群をキュッと締める、奥を締めるイメージで、ここの大腰筋と内転筋をうまくつなげて股関節をうまく使えるように、ぜひちょっと試してみてください。以上です。